DRVEM3700 という、約3万円で売ってる、ケンウッドのミラー型ドラレコについて、実勢価格で約3万円もするくせに、あまりにも使い勝手が残念すぎたので、サクッと動画で紹介します。なんで真夜中に撮ってるかというと、夜間の使い勝手というか、ストレスが深刻すぎるんだよな。昼間は FPS が低くて、常時ラグってる感じになること以外は、視野角広くて視覚対策になることと、局面ミラーに比べて、後ろの車が相対的に遠く見えるから、ストレスを受けづらい点で気に入ってます。強いて言うなら映り込みが気になるが、ミラー型ドラレコ全般に言える弱点であることと、ミラーの角度を変えるか、映り込み防止フィルムを貼ることで対策できることから、そこまで大きな弱点ではない。今街灯のおかげで明るくなったんですが、ミラー内部だけ、明らかに映像がラグってるのわかります?普段 FPS30 でゲームしてる私にも、あからさまに感じ取れるくらいラグい。まあその、後方録画に加えて、後続車の車間が近いというストレスが激減することと、何よりも視覚のカバー範囲の広さだよな。液晶をタップすると画面が切り替わるのですが、これフロントカメラが左側についてたら、追い越し車線を塞ぐ車を、左から抜くかの判定に使えたのに。ちなみに本体下側のボタンを押すと、画面をオフにして、普通の鏡として使えるぜ。これから高速に乗るので、そこで視聴者さんにも味わっていただきますが、ヘッドライトがぼやけて、距離感がわからないのよ。ちなみに画面の下半分に、プリウス特有の、テールゲート株が映り込んでるんだが、投稿主は映り込みや後続のナンバー撮影より、後続車の遠さと視野角の広さを最優先に捉えているから、今のままで行くぜ。でさ、距離感が全くわからない割に、画面の明るさを一番暗くしても、常時光ってうざったいのね。これが、市街地の他車線道路の走行中や、レーンチェンジを行う場面なら別にいい。でもさ、高速道路をダラダラ走ってると、ミラー型ドラレコの視野角、視覚的に邪魔な割に、いる場面ないのよ。むしろ、常時全方向を警戒して、車たちの位置と距離関係を、リアルタイムで把握してる投稿主にとっては、高速道路では、視野角が広い、白ボケするだけで距離感がわからない画面より、鏡で直感的に、距離を把握できた方が強い。これから高速道路に合流するので、しばらくつけっぱなしで行きますが、すぐ消すことになります。それにしても夏タイヤにしてから、全然ロールしなくなりましたね。ステア操作に対して、過剰にシビアになりました。で、この左旋回のタイミングで、交通量がどうなってるか見ておくのよ。だから、ミラー型ドラレコは合流でほとんど使わない。右ウインカーのインジケーターが、ちょうどメーター上部に隠れてるせいで、またウインカー出してないって書かれる。とりあえず距離感に関する愚痴のために、一旦追い越していきましょうか。というかミラー型ドラレコで3万円って、普通に高い方の価格帯だと思うんだよな。スマホだと iPhone レベルじゃね?それなのに左上見てよ。ヘッドライトが白っぽくなって、複数台来ると、もうわからない。後続も来てないので、法定速度と燃費を意識して、ダラダラ追い越しをしていきますが、これくらい離れると、光があるってことしかわからないんだよな。どのくらいの距離にいるのか、どれくらいの相対速度で、離れているのか接近してきているのか、もっと言うと、第一車線にいるのか第二車線にいるのか、全部わかりません。あと何より、カメラ映像の質が悪いんだよな。3万円もするし、お前ケンウッドだろ?問題です。後ろのトラックは、今追い越し車線に移ったのでしょうか?そういうことで、少なくともこの機種はおすすめしないよ、というお話でした。